久保さん、最近僕思ってたんですけど、もう、あのー、なんで僕より頭いい人が稼げないのかなって思ってたんですよ。で、まあ今も思うんですけど、まあだって僕よりや、ね、何かを勉強してきて、勉強することは僕よりできたはずなんですよね。僕成績オール1とかですから、中学校の時ね。だけど、僕より稼げてないんですよ。で、億万長者合宿に参加した人も今どうなってるかわかんないですけど、やってるのかわかんないですけど、まああのー、 バカでよかったなっていう <laughs>。効率がみんなね、あの、頭、逆に言うと頭がいいから効率がいい方法を探してるのか分かんないですけども、僕はバカだから、バカでも分かることをやるんですよ。バカでも分かることは、なん何かっていうと、まあ、1万、10万本やれば稼げるだろうみたいなね <laughs>。10万本やれば、まあ、なんか、なんかなんじゃねえかなみたいな。うーん、バカでも分かりそうなことですよね。でも逆に言うと、普通の人はそれを考えられないですよね。バカじゃないから。 だバカでよかったなと思いますね。バカだからこそできることがあると。逆に言うと、うん、普通じゃダメなんじゃないですかっ、ね、て <laughs> 言ってらっしゃい。